あーこうやって私の行きましょう。読んで、はい、自慢さん、来月、来月も楽しみにしています。あーもうどんどん私はこうやって骨粒こうと押してほしい。あのね、あのそう言ってみないでしょとかって言うけど、そう言ってみないでしょどうせバカバカとかって言うけど、うん、嬉しいよね。あのあれですね、デレ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 ですから。何意味わかんない。いや嬉しいわ。てかね、私が嬉しいっていうか、ゆうきみちゃんが喜んでるね、母ね。私の母は基本的に、なんかさっきゆうきみをメインに聞かれたことある。何ゆうきみ、私よりゆうきみ派。俺のゆきみがこんなそう、あのさ、あのさ、見てる人がどんどん減っていくのも分かってるんだけど、その中でゆきみも愛してくれてるの嬉しいね。3人まで増えてます。母ちゃん、母ちゃん、私分かってるんですよ、ゆきみさん、母ちゃん、母ちゃん。え、てか今何時？私携帯見ていい？ちょっとゆきみオンリーイベとか、なんでや。ゆきみさんのお惣菜屋さんで働いてるお母さん、どんどん増えてきてますよ、なんすかね。なあやろか、なやろか。じゃあモノマネのあれいきます。私さ、私モノマネ超うまいんだよねって一人で言ってたらさ、こないだプーギーさんに下手くそって言われたのね。誰のモノマネ。あのなんか割とジブリっていうかさ、早尾さんとかがやってる系のモノマネしたら、ただ笑われて笑われたみたいなのとかあるじゃん。ダメなんだって思った瞬間だった。傷ついたの？傷ついたね。ああ、それは申し訳なかった。結構自信持ってやってたんだけど、ノープでね。あのね、80人とかまで減ったんだけど、まあ、94人ぐらいまで増えていきます。でも今何時？あとね、あと10分以内にもう6時を迎えます。95人？96人？あれなんか、だからなんかしたいんだよ、ほんとにミヤさんと。さっきからなんか、なんかしたい、なんかしたいって言っても、何時間も。だって、みんななんか、私がしたいって言うとみんな引いちゃうんやもん。私がなんか前に歌うんだよ。何したいって言ってないからだよ。わかりました、じゃあこうしてみます。なんだよ、それ。ここで大逆転、200人まで行けば。ここで200人行ったら逆に気持ちあるよね。何したものって書いてあるの、これ。こぼしたの？こぼしたってのこれ。こぼしたのも全てプーギーさんに見せてもらえると。もういいよ、200人と許す。あ、そうそう、今ね、その90人とかに増えたのね、方々にお知らせしたんですけれども、私このすでにですね、スタジオで2杯お酒をこぼしたんですよ。でこぼしてこのプーギーさんで、この変な豚の意味ですね、怒られてるんです。スタジオで酒こぼすなんて、いいじゃない。あの飲み物が飲みたい時に酒の匂いかけていいじゃないと。ユーストでみんなつぶやき始めました。はぁ、何ですか。もっと増えるかな、これしか絶賛放送中。98人。てかさ、みんなバカじゃないの。バカじゃない、私がありがとうみんなキュンキュンとか言うと思ったらもう大間違いで、バカやないのって言うよ。次のメインは雪見。あ、96人まで行きましたね。ちなみに雪見は私の母です。何度でも言います、雪見母です。母のことは置いといてください。業界の人とか見てたらさ、みんなで盛り上がりたいよねって言ってるんですけど、あの前回の DVD を、ね、うん、あの前回放送した後にあなたあの実家帰ったじゃないですか。帰ったの、私奈良県で帰りました、実家のね。 DVD を送れって言われたじゃないですか。はい、そう、プーギーさんにね送ったじゃないですか。送ってもらいました。お母さん見たんですか。あ、そうですね、あ、パッケージを見てですね、お母さんよりかですね、父言ってね、父のことは父って言って、父はですね、その俺実家の何ツイッター見てツイッターの、いや私の